乾杯。はじめまして。はじめまして。ともきです。本名はヨスケ。遊び相手にはあんまり情報を開示しないスタイルでやらせてもらってます。よろしくどうぞ。南です。本名も南。本名さえ名乗れば他で嘘ついても脳幹になるシステムでやらせてもらってます。よろしくどうぞ。南さん、写真より可愛いですよね。そんな人見たことないけど、ギリ許せる加工レベル。てかこのセリフはマッチする前から言うこと決まってたけど、普通に可愛くてラッキーだな。本当ですか？嬉しいですはい、出ました。とりあえず可愛いって言っておけばいいと思ってるタイプの男。こういう時は否定せずに素直に喜んでおくのが一番可愛く見えるのよね。あれ26歳ですよね。そうです。嘘だ、絶対もっと若いでしょ。本当に言ってますいや本当にそうです。普通に年相応って感じ。感情込めるの失敗して大根演技すぎたの、さすがに。草最近またおじさんたちとばっかりの飲み会みたいのが多くて、久々にこんなおせち会室に飲めて嬉しいです。29歳アラサーです。週3で新規の男と会ってます。4つもサバ読むのはさすがにやりすぎたって思ってたけど、今日の相手はなんかちょろそう。仕事何してるんですか？ IT 系です。出たー、お決まりの IT 系。何そんな便利な言葉、掘り下げるのめんどくさいからこれ以上聞かなくていいよね。めっちゃざっくりです僕は広告代理店です。おっと、電波区サイバー。とりあえずお金持ってるってことでよろしいかしら。この男悪くないかもしれないわ。振り分けます。もうお互い適当に取っていくスタイルにしましょう。そうしましょう。じゃあナイスです。ぶっちゃけ取り分けるのめんどくさいのに、ポイント稼ぎのために余計なこと言っちゃって、実は後悔してたとこ。でもすごいですね。なんかどんなことするんですか？あんまり詳しく知らないんですけど。本当に仕事できる人か一応確かめておこうかしら。バカなふりして聞いてみた。てへ。まあ簡単に言っちゃうとコンサルみたいな感じですか。自分のはざっくりだったのに、こっちにはしっかり聞いてくるタイプ。それにしてもコンサルも便利な言葉だな。いや、なんか私言ってなかったかなと思うんですけど、なんかなんか友達と会う予定があって。あ、そうなんですね。でもしかしたら天秤に帰んなきゃいけなくなるかもしれない。わかりました、うん、楽しみましょう。それまで楽しみましょう。危ない危ない、いつもの言い忘れてた。つまらない男にダラダラと付き合ってあげられるほどアラサーは暇じゃないんだから、いつでも帰れるように準備しておかないとね。おいおい、聞いてないぜそんな話。今日お持ち帰りできないパターン。貴重な花金を無駄にできるほどこっちは暇じゃないんだから、今のうちに他の子に連絡しておくべきか。トモキさんは送りで会うのって何回目ですか？僕は今日で2回目です。あ、2回目ですね。いつ聞かれても2回目です。初めてはさすがに怪しいし、慣れすぎてない感も欲しいし、 2,3 回目がちょうどいいよね。知らんけど始めたばっかりです。確かになんか最近っぽい感じのこと書いてありますね。最近っぽい感じのこと、うん、恥ずかしいです。素人感がね。みなみさんは相当合ってる感じじゃないですか？いや、大丈夫。2回目です。うん、一緒ですね。本当だね。なんか素人のダメ出しされたからもっとそんなことない。そんなことないですか？いつ聞かれても2回目です。20はさすがにまだ行ってないかな。こんなの正直に答える女の子いるのかな。あれですよ、もう28なんで2個しか変わんないんで、敬語やめましょう。え、いいんですか？むしろ敬語使ったら飲むぐらいな感じで。あ、じゃあもうやめる、やめる。やめる。やめる。はい、スタート。話しやすくなるし、普通に年上の俺の方が有利だし、飲ませられるし、このゲームマジ有能。お前本当は年下な。休日は何してる？休日は、うん、大体なんか家でネットフリ見たりしてるから。インドア派なんだ。どう？あなたにとって都合のいい暇そうな女に見えてきたかしら。本当は毎週男の人と会ってるなんて口が裂けても言えないわ。トモキさん何してるんですか？確かに。どくちゃ飲んでるくださいよって飲もう。今のはガチでミスった。今のはガチでミスった。いつも何見るの？韓国ドラマとアニメを交互に見てて、うん、俺もどっちも超好き。あ、本当？うん、あ、じゃあ合いそうだ。うん、
韓国ドラマの話題についてこれるなんてなかなかやるじゃない。何を勧めたプリン？一番好きなのはスタートアップっていう。うん、わかんなかった。わかんないかい。なんだこいつ。俺が好きなのはこのロマンスは別冊フルっていう。あ、見た見た。あれめっちゃ良くない？めっちゃいい。うん、あれを見て韓国のそっち系のドラマもあ、めっちゃおもろいなって。俺の唯一の引き出し使えた。やっぱり押さえとくべきは韓国だった。努力は裏切らないってこういうこと。彼氏いないはちょっとあんま信じれないな。理想じゃん。はい、超絶の推しモード入ります。いつから心を空にして相手のこと褒めれるようになったんだろう。まあ相手が喜ぶなら別にいいよね。いやいない、結構いないから。嘘、いつからいないの？もう1年半以上とか。結構長いね。うん、やばくね、結構可愛いのにこじらせ系。いや、むしろ遊ぶには都合いいのか。今日は当たりだ。最近まで、うん、まあ半年とか。どうせ付き合うこともないし、めんどくさくない人なら正直なんでもいいや。話しやすくて、畳も変わるのに、そんな長い期間になってなると、人間性をちょっと疑うしかないんだけど。怖い怖い。大丈夫、変な人じゃないから。それはないと信じたい、自分で。おそらく本日最初で最後のガチで聞きたい質問でしたね。はい、次行きましょう。今すぐ欲しいとかそういうわけじゃないってことなのか。じゃあ、いたらいいなとは思うけど、っていうよりなんか忙しかった。その別れぐらいの時期も。おやおやおや、長くなりそうだぞ。合図値オートモードでやり過ごしめー。そうだね、わかる。あはあ。南でもあれだね、お酒結構強いよね。うん、あんまり弱くはないけど、でもなんか前よりは飲みやすくなった気もする。年老いた。飲む機会がすごい、学生とか若い時より減るじゃん。それでうん、飲ましくなった気がする。酔っ払ったらどうなんだ。酔っ払った、ちょっと声でかくなる。声通るようになったり、人との距離感が近くなる。人との距離が近くなる。なんで男の人ってこればっかり聞いてくるかな。言わせたらイージーな女になるのか確かめたい君に100点満点の回答だよ。ほらほら。テンション上がる系だ。ちょっと楽しくなるかなっていつも。テンション上がってちょっとなんかボディタッチ多くなる。そうだね、好きだから。抱いてください。一番いい言い方じゃん。そうなのかな。ちょっとだるそうじゃない。多分楽しいよね、きっと。楽しい感じになる気がしてる。自分は楽しい。俺も同じ。同じ。うん、ちょっとテンション高くなる。ああ、じゃあでも害ないよね、そのぐらいのね。うん、お互いやったらめちゃくちゃ楽しくなる。確かに、平和ではある。うん。この子飲ませたらスケベ確定演出入りめーす。どうなの、この辺。うん、この辺多いかな。まあ、なんか家近いのと、まあ、でもあと宅飲み結構するかな。あ、そうなの。そう、宅飲みとかよくする。うん、結構する。あ、いいよね、めっちゃ、うん、好きなのよ。え、でも分かる、なんかくつろげる感というか。そう、時間気にせず飲めるし、なんか最悪潰れてもすぐ寝れるし、安心感あるよね。そう、好きなお酒好きなように飲めるし。確かに安いし、エロいし、イチャイチャできるし、あとエロいよね。なんかちょっと酔ったかもしれない。抱いてください。嘘。うん、あんま見た目に出ないから。結構今熱いなって感じ。はい、かわいいかわいいほろよいみなみの完成です。とでも言ってあげようか。いつもよりふわふわしてる。うん、誰かに口痛くなる。まあ、ギリギリ感覚ね。ギリギリなんだよ。わっしょいわっしょい。私一回お手洗いに行ってもらって。はい。スマホ置いたまま席立つタイプだ。しかも画面上向きにして。これ正直さ、ちょっと手が入ってるよね。積もってかね。まあこうやる証拠か。格変だ。誰だよ、スマホ置いてったらポイント高いっていう風潮作ったの。こちとらトイレの中暇でしょうがないわ。次どうする？なんか楽しくなってきたし、2軒目行きたいけど。お友達？その子、さっき連絡来てて、今日
私になったら、うん、いける、はい、いける、うん、そうだったそうだった、帰るかもしれない件忘れてましたわ。今晩限りの相手にはこの男ちょうど良さそうね。行くか、ね、行きたいとこある？あーやりたい、お任せします。あーやりたい。じゃあコンビニでお酒買って、うち近いからうちでゆっくり飲もう。あ、お家で、うん、どうしようかな。いいか、どうせするのに軽い女と思われるのは尺なの、何なんだろうね。一回渋るくだり、私人生で何回やってんのよ。ネットリックス見ながらうちでゆっくり飲もう。まあでも確かに楽しそうではあるけど。はいはい、形式具だってやつね、もう来るの分かってるから強引でいいよね。うん、オッケー、じゃあ行こう。最後ちょろくて笑った。狙い通りすぎて笑った。よし、じゃあうち行くよ。ゴールイン確定、お疲れ様でした。